皆さんこんにちは、ワダリグルビッシュです。では今回は、ギレネボジョーのゲーフ、ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回までに、最後の勢力であるですね、シロッコのティターンズと、ハマーンのアクシズが、参戦をしてきたということで、再び三つどもえの戦いになりそうです。今宇宙ではご覧の通りですね、ジョン軍が体制を占めているんですけども、モビルスーツの数がこれまでの戦いで著しく消耗しているので、勢力図の割にはかなりしょぼい現有戦力ということになっています。よって、作戦はですね、速攻戦。これを考えていまして、まずですね、ベルファスト基地。ここには、ティターンズの地球上最後の拠点がありますので、このベルファスト基地を叩いて、まあ、2ターンぐらいかかると思うんですが、なんとかできるだけ早く叩いてですね、再びグリプス2に進行しようという作戦になります。その間、アーバーワクードソロモンに残った戦力を集中させて、ハマーンの進行を阻止するという戦略になります。では、早速時間を進めていきましょう。お金もないので、モビルスーツをね、量産することができないというのも、ここに来てかなり痛手になってますね。攻略戦を開始。では、ベルファスト基地の攻略戦になります。まず、進行ルートですけども、味方の部隊の方が圧倒的に少ないので、まあ、敵は、どうだろう、アッシュバー、ギャプランなんかが混ざってるように見えますね。ちゃんとこの補給線上を辿っていきましょう。となると、どうだろう。2ターンで制圧するのもちょっとしんどいかもしれないな。3ターンぐらいかかるかもしれないですね。なんとかここは3ターンかけてでも確実に勝ちに行きましょう。では時間を進めます。移動中に敵が攻撃を仕掛けてきましたので、まあ、これ幸いということでガルバルディ隊を出して潰していきましょう。格好で撃破できる方がはるかにありがたいので、ここはですね敵のまあ失策とまではないですけど動きに連動して攻撃を仕掛けていっちゃいましょう。まあ注意しなきゃいけないのがこの時に戦力を失う、これは絶対に避けたいので、注意だけはしっかり払っておきたいと思います。モビルスーツの生産はハイザックに切り替えていきます。ハイザックの方が、まだ生産性がね、いいので、モビルスーツの不足分をこのハイザックで補おうというところになります。このベルファスト基地の攻略もかなりしんどくはなってきてますが、うまく敵を、どうだろうな。釣り出すことには成功したので、ここでなんとか敵を撃退して数を減らしましょう。いや、本当に馬鹿にならないですね、この新しいティターンズ。ここで、ある程度、決着をつけておきたいので、モビルスーツ隊を出します。ベルファスト基地攻略戦手こずっている状況ですけども、ギレン総帥はですね、この後グリプス2の攻略作戦発動できるタイミングが来たらすぐに発動できるように、宇宙に、まあ、つまりグリプス2の、目前に進行しています。これで、グリプス2攻略作戦が発動できるタイミングが来たらすぐにグリプス2を攻略して、一気に戦いを終わらせたいという思いですね。生産はさらにハイザック生産しておきます。アーバーワクーの防衛のために、サイド3本国で、ハイザックを生産しています。まあ、ソロモンは最悪捨てたとしても、アーバーワクーで防戦してる間にグリプス2を取るという作戦なんですけど、そのためにはどうしてもここ、ベルファストは早く取りたいんですけどね、ベルファストにちょっと今苦戦中という状態です。ようやくベルファストに到着しました。ここで、ヤザンとブランブルターク少佐がいるので、これを撃破できれば、この後、
ここを制圧してグリプス2の攻略戦に入れるかなと思います。だいぶモビルスーツ隊もね、地上の部隊は消耗が激しい状態なので、一刻も早くね決着をつけたいなというふうには思っています。ヤザンがやっぱりね強いですよね。これ格闘が17、なかなか見ない数字ですよね。ランク B で格闘が17。ブランブルターク少佐もね、格闘射撃反応、まあ、全てにバランスがいいですね。ちなみにブランブルターク少佐何歳なんだろうな、これ。どっちとも取れるような顔の入れ出しですね。まずヤザンを撃破。あとブランブルターク少佐が残ってますが、これも次のターンで撃破ができるかなと思います。なんだと、脱出する。はい、ブランブルターク少佐も撃破です。残りジム2が残ってますので、これを撃破してここを制圧していきます。ベルファスト基地攻略戦は3倍近い敵の兵力、戦力、さらにねギャプランとかもいましたけども、サイクロプス隊がよく頑張ってくれましたね。特別エリアの制圧に成功しました。これでこの後ギレン総帥、さらにはガルマ、ドズルとビグザム3機でグリプスを攻略していきたいと思います。ソロモンはちょっと防衛は難しそうですね。そうか、ルナ2を取られてしまったのでグリプスに侵入できないんだな。いやー、これはしんどいな。宇宙2からルナ2に部隊を出すしかないですね。でグリプス2の戦力を叩くということですね。地球上の部隊に関しては一度安全地帯と思われる。そうだな。いやー、もうキリマンジャロも安全地帯とは言えないか。そうなると、そうだな、安全地帯がもうないので、ちょっとこのベルファストを守りきるっていうのを考えておきましょうか。回復します。で舞台はルナ2に移動しましょう。で1機だけリックドームだけ残しておきます。これでルナ2を攻略して今度こそグリプス2の攻略に入っていきたいと思いますので、その様子は次回プレイをしていきたいと思います。